はい、どうも皆さん、こんにちは、ボドカです。今日は、サーチ&デストロイの実況をやっていきたいと思います。ですね、今まで散々、どれや、このデフォルトクラス2の、この、なんて言ったらいいんやろ、これ、迷彩？オール迷彩みたいな感じでやってたんですけど、ちょっと今日からイメチェンということで、アトラス？全体にアトラスをまとった、この装備でやっていこうかなと思います。この服装でね。ただね、ニーパッドとグローブと、この後ろのバックパックの部分が若干違うんですよね。バックパックはまあオレンジ色で合ってるんですけど、このニーパッドと緑色の部分がね、なんかダサいですね。これはちょっとアトラスが出次第変えていきたいなって感じなんですけど、この装備使って今日はやっていこうと思います。この装備じゃないな、服装やな。使ってやっていこうと思います。サチョンデストロイ。お、プレステージマスターがいる。この人プレステージマスターですね。お、かっこいいぞ。え、これめっちゃかっこいいやん、服の部分。これ絶対エリートだろう。え、めっちゃいい。え、アトラスオービタルロードアウトっていうのがあるんや。この、え、この人全部アトラスで揃えてるやん。めっちゃかっこいいやん。僕の完成形多分これですね。理想は。なるほどね。後ろのバックパックこれなんや。いいな。めっちゃ羨ましい。しかも、この人、エンブレム、父やん。もう、がっつり父やねんけど、この人。さあ、というわけで、頑張っていきましょう。今日使う武器は、オーバーキルで AR と SR を持つっていう、MLG じゃ結構、主流な感じの装備になっております。まあね、結構使いやすい。結構っていうかバリバリ強いですね。今作ハンドガンが弱いってこともあって、ファストハンドと併用したらかなりやりやすいんで、結構おすすめのカスタムですね。ただ SR 使えないって人はいらないかもしれないですけど、サーチェイで SR が使いたいという人はこんな感じの装備でいいんじゃないでしょうか。というわけで、やっていきましょう。14かな、感度は。どっちにしようか迷うけど。このカムバックってステージ全然やったことないですよね。お、おったな。ここから顔出してくれないかな。無理か。ちょっと下に降りて、この下から、覗こうか。うわ、おったな、今。うわー、あれやな、絶対。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと怖いんで、透明になって。おったけど、あれやれるかな。え、マジっすか？マジでか。これはきついな。ちょっとビーポあたりから攻めようか。お、今おったぞ。え、どこ行った？よし。まだいるやろ。さっき、俺が見たやつがあいつかな。ちょっとここで、透明になっておこうか。ナイス、設置。ただ、後ろからやられたな。大丈夫？あ、やばい、やられてる。あれ？マジか。よし、オッケー。あぶねー。いやー、よかった。バル持っといて。この装備マジで強いな。SR もできるし、AR もできるっていうね。これ AR なかったら死んでたからな、100%。SR だけやったら。オッケー、オッケー。まさか3人も削られると思ってなかったからな。いい感じ、いい感じ。敵5キルもしてるし、1位のやつ。やるな。さあ、2ラウンド目頑張っていきましょう。こっちは防衛側ですね。どうしようか、防衛。割とね、部屋の中が見られない気がするんですよね、このマップ。ただ部屋の中からだと、あんまり見えないんで。ここら辺から。こうやって見ときさえすれば、おそらく、ほとんどの場合は、B 攻めを食らわないとは思うんですけど。A 中がやばそうやな。あ、やば！マジか！出た、この、いやー、疑似オービタルみたいになる、アタッチメント強いな。アタッチメントじゃない、エクイプメント。さあ、残された、こいつは、どのような動きで敵を倒していくのか。絶対今バレたやろ。うわ、二人にバレてる。GG。どんまい。攻めで取っていこう。カムバック難しいな。ここ結構立ち回りがどうやっていいのかがわからん。
そのための右手。センスあるな。難しいぞ、ここ。ドヤナイフ振ってく。絶対勝つぞ。11か。あと5本。一気に取っていこう。よし。結構難しいよな。どっちから行ったらいいのかもわからないし。よいしょ。サーチもうちょっとやらなきゃな。やば。いない。今おったな、上。出てこないかな。来ない。うわ、おった。あぶね。いや、どんまい。まだいるやろ。まだ奥にいる。よし、完璧。いやー、今日なんか静かやな。あんまりなんか展開が早いっちゃ早いねんけど、そこまでボコボコ打ち合うってことがなさすぎるな。まあまあまあ、よかったよかった。ここで打ち勝てて。向こうにいたのは分かってたんでね。向こうの方からやろうと思ったんですけど、手前に出てきたから、こっちからやった方がいいなと思って、手前の方から確実に処理って感じで。こっち、なんか攻めが強いんかな。攻めが強そうな感じはありますよね。ちょっと俺、A 側の防衛に回ろう。これ A 側が辛そう、さっきから。やばい？やばい。やばいぞ、味方。やられてく。マジかよ。マジでか。味方？これは違うでしょう。これは本来あるべき形じゃない。絶対 A や。B は絶対ないぞ。ナイス。いやー、ドンマイ。さあ、こいつが？どのような、ドンマイ。やっぱ攻め強いな。守りが弱いな、マジで。まだ守り方を知らないだけかもしれないですけど。難しい。難しい。スイッチングサイズ。よし、行くぞ。頼むぞ、マジで。俺がこっちから攻めることによって、スナイパーの恐怖がこっちに植え付けられるから。 OK、 よし。 B 側の敵はほぼ排除したかな、今ので。大丈夫、臭いな。怖い。さあ、こっちに来い。あと2枚か。でもキルしてるやつ残ってんな。こっちに来てくれれば儲けやねんけど、来ないかな。え？マジで言ってる？いやー、マジか。 A 中のやつどこ行ったやろ、マジで。ボム落ちもあるし、このプレスマスの人大変そうやな。ナイスキル、ラスト。ボム落ちは大丈夫？バレてない？これこのまま A 行くと思われてんのかな。さあ、どっちなんでしょう。プランティングナウ、大丈夫か。ナイス、エッジ。さあ、ここからどういう動きを見せていくのか。あ、赤点映った。これはワンチャンあるんじゃね。逃げて逃げて、時間を稼いでく。しっかり時間を稼いで逃げ回って、リロード挟んで、上に登ったぞ。ナイス、グッジョブ。さすがプレマス。さすがプレマス。サーチ、かなりやってるだけのことはありましたね。いやー、こういう味方がいてくれると、ほんと大助かりですね。なんか、パッチのせいで、試合中になると、ユニコーンの14、15周目の普通のマックスになるんですけど、ロビーに戻るとあのクソダサい青色のドクロになるんですよね。ドクロ集合体に。もうずっとこの50レベル止めたいですよね。
マジで。強制的になるのは NG で。よし、OK。よし、完璧やん。これぞザ・スナイパーやってる。来そうやな、こっち。ちょっとここで待っとこう。来そうな感じあるんよな、マジで。ええ中、俺がここでブースト使ってこっちに来るまでちょっと待っとこう。やっぱ飛んでんな、かなり。大丈夫？ OK。 マジか。It's all up to you now. Finish this. うーわ、マジか、二人おったのか。最悪や。赤点2枚移った。いやー、ラスト一人かと思ってた。もうちょっとクリアリングしてから行けばよかったな。いやー、悔しい。こいつに負けたのが悔しいな。もうちょっと飛んでおけばって感じやったな。マジで、めっちゃ GG してる。これはえぐい。結構集中してるもん。これは動画の時間長くなりそうやな。よし。次はこっちから攻めてみようか。なんかここのね、開幕が割と強そうな感じがあるので。え？最悪や。え？ないわ、それは。神暮れオツ。神暮れすぎるわ、マジか。これは悔しい。お、味方のプレマス見ていこうか。次。さあ、味方のプレマス見ていきましょう。やばい。ナイスキル。さあ、あと3-4-4。プレマツはどういう動きを見せていくのか。スモークはあるぞ。ナイス。あー、味方の、あー、ボン持ちがやられて。塀の裏に1人と、あと向こうの建物の上に、初期盾の上に1人ですね。ひとまず引いて、多分体力回復待ってから。やばいな、味方がブーストーン立てながらついてきてるから、こいつバレてんな、位置が。かわいそう。裏から必死にやろうと思ってんのに。あと3枚なんすよね。えっ、どんまい。なんか、詰まって打てなかったみたいですね、今。いやー、攻めで取れなかったのはちょっときついな。どうしよう。しっかり待ってんな。これ、サーチなんかめっちゃレベル高い。いい部屋。みんななんか、ちゃんとサーチやってる。この部屋だけ。久しぶりの普通の部屋ですね。どうしようか。まあ、とりあえず開幕は行くとして、開幕行こうか迷うんすけど、とりあえずね、とりあえず。ここだけこうやって、ジャンプしてみとけば。守りなんでね、変ターンに攻め立てると、普通に負けてしまうから。ビーポの方に来てそうやな。やっぱ A か。お、いるな。OK、もう一匹。さあ、出てこい。こっち出てこい。射抜いてやる。来ないな。A 中が一人で若干寂しい感あるんよな。あ、おった。無理か。今おったな。よし、あっぶねー。もう一匹、ラスト。どこや？ A 中かな？ナイス！よしよしよし、持ち返した持ち返した、4-4や。これで次攻めで俺ら1本取って、で、もし守り取られた人としても、また次攻めに変わるから6本目を俺らが取るっていう戦法で。いけたらいいねんけど、こっち1人少ないんでね。その分誰かがキルしないとって感じなんですよね。
スイッチインサイ4対4めっちゃ GG してる。てか動画の時間長っ。アップロードクソ時間かかりそう。ただここにね、開幕でスナイパーをやるのはいいとして、さっきからグレ飛んでくるんでね、それだけ気をつけてやらないとって感じですね。あっぶねー、神反応。ナイス。お、いるぞ。待てよ、ここから上がってくる。あぶねー。設置フェイクしてる。見とくよ。ナイス、設置。これはもう勝ち確やろ。この試合、この試合じゃないわ。このラウンド。モロタで。さあ、こっち来い。おー、やばい、クソイム。あぶねー。よしよし、いい感じで。いい感じでラウンド取れてる。日本選手はでかい。3対4からの日本選手はでかい。さあ、ラスト。最終ラウンドにしよう、次を。マジでな、敵の1位とこっちの1位並んでるし。ドヤナイフ振るやつ多すぎ。次俺も振ろっかな。さあ守りや。どんな感じで守るか。さっきいい感じで守れたんよな。このね、ここの A ラッシュが強そうなんですよ。だから、それさえ気をつければって感じなんですよ。やっぱ A ラッシュ来てるわ。ここ。ここには来ないな。やっぱ A 来てんな。今度ね、A に来られるとマジで無理やな。いや、ごめん、味方。え、マジで？うわ、最悪、外してしまった。やばい、これは負けたかな。これはさすがに厳しいかな。あー、どんまい。やばい、5-5や。これ、クソ GG してんぞ。次、攻めで取ろう。A ラッシュかけて、もうそのまま A で設置でみたいな感じでやりたい。さっきみたいな攻め方で。多分それが一番無難やと思うねんけどな。変に攻めちゃうとね、変に戦法変えるとまたグダるからな。やばい、めっちゃ GG してるこれ。一人こっち いてくれたらな、もう一人だけ。だいぶ気持ち楽にできるけど。よし、味方頼むで。頼むで。一緒に勝とうぜ。マジでな。やばい。味方やられた。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。変に攻めてくるやつは多分いないと思うから、敵も。え？ちょっと待って。後ろにいた味方何やっとったん、マジで。フリーズ。カバーの試合大事よ。やばいやばい、負ける。え、負ける、ガチで負ける。これやばくね？さあ、こいつが4枚抜いてくれるのか。SR 拾って。プリーズ。ボムバレてそうやな。あ、来てんな。今のブーストーンで。いやー、ナイス、ナイスキル、ナイスキル。そいつはでかい。1位やれたのはでかい。さあ、1-on-3。あと1人、銀色の回収のやつやれさえすれば。おっと？これ、ボム回収いくのか？もう倒すしかないぞ、絶対。あー、負けたな。時間の使い方若干間違ったな。あー、負けや。どんまい。いやー、じじ。というわけで、お疲れ様でした。5対6で負けてしまいましたね。いやー、悔しかった。もうちょっと頑張れてれば。てか、俺があそこで死ななければって感じでしたね。まさか後ろからあんな詰めてくるとは思わなかった。これは、ちょっと初心者っぽい、下の2人がかわいそうかな、みたいな部屋でしたけど。ま、じじってことで、お疲れ様でした。また次回も。ご視聴よろしくお願いします。次は、買った動画を上げたいと思います。ボドカでした。さよなら。バイバイ。